その先、右方向です。結局帰ってくるっていうか、行く便が遅くなっても、なかなかね、難しそうな感じで、帰ってくるのが2時頃行けるのかな、あれって。結局は7時のに、9時のに乗らないといけないから、となると夜中に広島を出んといけんでしょう。となるとやっぱり山越えは怖いんでね。まあいいのは今日泊まって明日の朝行って三島行ってっていうのにできるかなと、ちょっと今ね神が降ってきた。第2便ってのが11時頃に出るんだけど、11時頃か、12時ちょいに着くんでしょ。1時に乗れるけんね。悩ましいねと一人で自問自答して、全然そのタイムテーブル、スケジュールっていうか、その時刻表がはっきり覚えてないんでね。今夕方4時から帰ってきてますよみたいな、ブログに書いてくれた方がありましたので、そこをちょっと言ってもね、めっちゃいいですよね。まあ、とりあえずね、あと5分で、ちょっと行くかな。野田川
ができてないのよね。運転ができてないのよ。というか、スマホの充電、スマホがめちゃくちゃ充電できてるからいいですよ。もう充電できる。もう一個予備のバッテリーが持っとく。あとはメモリーカードがどれぐらい記録するかね。ということはあんまり取り続けてはダメなんかみたいな。ここもね、左側もダム湖なんでしょうね。暗やかな感じで水が止まってますね。ここでいいのかな。こんにちは。こちらダムカードが配布されているということでお伺いしたんですけれども。あ、すいません、ありがとうございます。はい、すいません、ありがとうございます。後ろからも見えです。広島です。あ、そうですか。はい、わかりました。今からちょっと、小屋側行ってきます。はい。湯の原ダムですね。湯の原ダムです。結構なんか、あったかさがないんだ。もちろんちろんちろん湯の原ダムです。16式コンクリートダム、シェル型ローラーゲートだもん。シェル型1、2、3、1、2、3、4、5もね、カーター型ローラーゲート1も。どっかにカーター型があるんでしょう。カーター型がわからん。1、2、3、4、5も、あの向こう側にあるのかな。よし、やべ、とりあえず、小屋側、じゃあもしかしてダム川ないんか。マジか。よし、行こう。このくらいダムに行かなきゃならないと。3時か。ここからは18分です。萩市ってどこにあるの。萩が遠いな。はいか、はい。はい、湯の原ダムが終わりましたので、小屋川ダムですね。小屋川ダムに向かいます。